おいす、こんにちは、森です。今回は時任無一郎くん確定購入枠からまずは使っていこうかなと思っております。無一郎くん、バインドスキブ3つの封印ボイス。いい加減にしろよ、クソ野郎が。いやー、いいっすね。これはあれかな、なんか玉子が人を死体じゃなかったか、あれはまだ息があったのかな、あれをなんか壺にしてどうの作品がうんぬんかんぬん言ってた時のセリフかな。32たのにヘイスト変身でちょっと重たくはなってます。変身後はバインド封印10強5つの無効貫通で月の箇所、はい、呼吸になったんですよ。あのね、スキルがちゃんと呼吸になってるんですよね。ただね、なんとかの呼吸、なんとかの型とは言ってくれないんで、そこがちょっと物足りなさあるって感じかな。って感じですけど、もともとこれリーダースキルだったからね、どっちかというとこの早く地獄に行ってくれないかながスキル名だったんですよ、今までだったらね。そこが変わったの非常にいいなって思いました。で、10強5つに無効貫でね、10強だけでも火力高いんですよね。だから無効貫通の時々無効貫組むっていうのもありかなと思ってます。まあ今回はね、まあ、水だけ無効貫通組むみたいな場面が結構あったりするかなと。スキルは3ターンで上限解放70億の6加3で6解除からの水気回復9個ずつ生成となっております。リーダースキルは操作時間12秒固定で、水気の同時攻撃で激減して攻撃50倍ですよ。固定1000万ダメージで、水属性 HP 1.2 倍というふうになっております。はい、ということで今回は、まあ、せっかくなんでね、あ、ちなみに3体追いましたっていうところで、これ おまけでガチャの動画がもし残ってたらつけとこうかな、無一郎くん最後の1体追う動画。はい、そんな感じになってます。で、編成はね、こんな感じ。アイゼツ使っていきます。76リーダーで吸収無効なんで結構便利ですね。無効貫通もできますし、スキブが4つの暗闇完封の無効貫6個あって、バインド耐性つけてます。で、リダチェン耐性つけてますね。で、遅延2個で、上はね、ウルバリン&マグニートのマグニートの方の武器をつけてます。で、ファスカです。今回76でリダチェンして使っていきたいと思ってます。で、スキルプラス小学生遅延4つで闇ダメージ軽減無視でいいです。上はハーデスで、お邪魔と毒を完封しておりますよと。で、続いてジョイラです。回復ドロキョプラスの回復ガン盛りして、上はパイモンの武器ですね、ドロキョ全色持ってます。で、無一郎くんの上にはこれですね、ルカのシルクハット、スキブ3つ、属性吸収洗剤と遅延2個ですね。で、こちらも無一郎くんはリーダー側に行きます。バインド回復したいので、ユシロの武器をまずつけます。これで無効貫の火力もさらに上げて、チーム HP にこのバインド回復持ち。で、バインド回復、ルーレット解除。で、まあ、バインド回復したいというか、ルーレ解除か、したいので、これつけてます。遅延2個です。で、フレンド側に関しては、属性吸収洗剤と遅延2個と、上はハロウィン距離ですね。はい、ということで、これでやっていきましょう。はい、じゃあ実際に裏強調でね、今回試していきましたんで、やっていきましょう。最初ね、初音ミクと合わせるのもワンチャンありかな、みたいな。ことも思ってやってたけど、まあやっぱ無一郎無一郎がいいかな。なんだったら76にする必要もなさそうなんですよね、っていうのがあって。悲しいほど弱い。ボスも平積みして突破できそうだから、無効貫通組まなくていいんですよね。初手はちょっとね、考えることがあるんですけど、武器のヘイスト打ったら無一郎、間の無一郎だけは変身しない。これリーダー側に行くからね。で、フレンドの無一郎でまずは削ります。はい、ちなみにあの無効貫通組まなくても多分同じぐらい削れます。で、一旦待って、今度は左側の無一郎くん打って突破していきます。で、続いて2階層でここでリーダーチェンしていきます。で、あの赤のバロンが出た時にめんどくさいんでね、つかめんどくさいとか死ぬんでね、ワンチャンね。なのでここでファスカでリーダーチェンしていきます。で、残りの無一郎も変身します。で、ここは耐久します。とりあえず耐久して、水のバロンが出た場合は盤面治るまで耐久で、ジョイラーを2回目で撃ちます。で、水のバロン以外だった場合はもうそのまま突破しちゃって、次の階層で向こうの敵残しで1回耐久みたいなことをすれば OK。 こんな感じで次の階層でこの動きを取ってあげればいいんで。で、今回はもうバロンが出てるので盤面変えるタイミングまで待って突破してます。ちょっとここはね、言葉で説明するのがなかなか難しいんですけど、はい、まあ、とにもかくにも絶対一旦は耐久です。水バロンが出たらいっぱい耐久ですって感じで、3階層は盤面直ってたらもう突破です。まあ、つまり水のバロンが出てたらもうこのままいけます。ここはただ無効貫通組むだけですね。水だけで OK ですね、組むのは。
無効貫通が必要な時だけ水無効貫通だけ組むみたいなことをやってあげたら大体の敵は飛ぶと思う。でここは消せない状態がまあ気になればファスカなりジョイラなりって感じかな。まあファスカかな。でここね木と水の両無効貫通がワンパンするんなら欲しいって感じかな。今回ちょっとね妥協して水しか組んでなかったので属性吸収の潜在が火力が生かしきれてないというか、まあ、というかあれかな、フレンド側があれか、両無効貫通なくてもいいかも。フレンド側が上限解放してなかったからだわ、これ突破できなかったの。フレンドとかサブとかそれですね。なので水木の両無効貫通って多分書いてるけど、ここは気にしなくていいかな。うん、ダブル無効貫通じゃなくていいと思います。フレンドかサブの方が上限解放してれば抜けるはず。悲しいほど弱い。でここもね、なんだったら無効貫通組まずに突破できます。まず半分までいって、でもう一回倒していきます。はい、 OK ですね。で続いて6階層です。6階層は覚醒無効のスキルが打ってる場合はもう打っちゃっても大丈夫、耐久も全然ありです。はい、まずは一発削ります。でもう一発削っていきます。はい、リーダーがもう一度打ってこれで削っていきますよと。で続いて7階層、今回は光イザナミでした。もうワンパンするしかないのでワンパンします。闇だった場合はまあ一旦待っても2ターンぐらいまで待ってもいいんだけど、その後合図打ってもらえれば OK ですね。でその後は平積み、闇イザナミ突破時は平積みじゃないと銃いかないので平積みで。で8階層、今回はブリトラアシスト無効食らったので治るまで待ちます。インドラ的テーマは一緒っすね。ここはとりあえず待つしかない。アシスト返ってきたら全力で殴っていきます。多分ね裏奥長も無一郎で、まあ、回復力がどこまで下げられるかにもよるかもしれないですけど、まあ回復努力をジョイラとかスーリアとかあとはソフィーサムとかセッカとかあの辺で回復努力をいっぱい補ってあげれば多分超高度も対応できると思うんですよね。多分火力はね言うても200分の1ぐらいで抑えられると思うんで、4分の1の回復力だったら全然活躍できる。もう一度8分の1とかなってくるとちょっとリーダースキルに回復力欲しいかもしれないけど、はい。でゴエモンはもう特に何もないです。無効貫通組んでいきましょう。ノアだった場合だけちょっとめんどいぐらい、少し耐久しようねって感じ。はい、 OK ですね。で、10階層でここもここね半分いったら覚醒無効来るから、無一郎ジョイラ無一郎でワンパン狙いに行けるんじゃないかなって思ってるんですよね。1体の無一郎の上限解放で、まあ、半分は超えてるから、うん、2体無一郎でねワンパンいけると思うんで、まあ、早く突破したい方はそっちの方がいいかも。どちらにしろジョイラ打つことになるから。ここファスカ打ったかな、どっちでもいいんですけどね。はい、 OK ですね。で続いて11階層です。こいつは操作時間短縮今回効かないんでね、アイゼツ打ってワンパンですね。はい、このまま突破していきますよと。まあ、ここも難なく突破していきます。うん、強いですね。
で続いて12階層です。でも無効貫通組んでる意味ね本当にないんよね。こういう敵には意味あるけど、無効張ってきてない敵に対しては多分ね10強5つでカンストしてる。無効貫通組む必要すらない。50倍出てるからね、片側が火力めちゃくちゃ高いんよね。リンシャはちょっと属性的な相性もあって2パンですね。まずは一発で、もう一発殴っていきます。これ突破ですね。で続いて13階層。やっぱねデンジ君と違って回復を生成するのがマジで偉い。ムイチロ君はデンジ君の自動回復なんかもう当てにならなさすぎてデンジとは何だったのかみたいなね。もうムイチロの踏み台にしかなってない。はい、ということでここも回復は無視してその他で突破していきます。でボス階層ですね。ボス階層も平積みでいいんですよね。なんだったらあの無効貫通組んでますけど、今回平積みでも全然いいと思います。そっちの方がコンボ安定するしね。はい、もうダブル無効貫通なんか組まなくてもいいんですけど、ね、おかげさまでコンボギリギリだし。はい、ということでボスはワンパン突破で、でここねルーレットがまあめんどかったんですよ。1回目やった時これルーレットどうにかしたいなというところで、吉郎くんの武器ですね。なのでここは初手は後ろの武器を生かして回復を4つ横につなげて、でまずはちょっと殴りますよと。これで70億出てるんだからフレンド側意味わかんないね。まあ10強武器つけてるからっていうのもあるけど、でここから削っていきます。まあ2パンですかねこいつは。はい、もう一発殴って突破ですね。ルレがないの快適すぎてね、やばい。そう、最初ルレありきでやってたのがやばすぎた。はい、これで突破ですね。で続いて最終形態です。一応理論上ね2人の無一を上限解放で半分まで持っていけるはずなんすよ。コンボがちょっと必要だけどね。はい、まずは一発削っていきます。だいたい半、まあ半分の半分ぐらい削れますよと。でまたさらに削っていきます。これで半分までいきますね。はい、 OK と。で半分の攻撃は全然余裕で受け切れて、で回復力の減に関しては合図つっていきます。で、ムイチロくんからのジョイラ打って、さらにムイチロもう一回。で、これはちょっと操作時間足らずで、最低限コンボすぎたので、抜けませんでした。残念。これ理論上抜けるはずなんですよね。はい。でも、大丈夫。ファスカがありますから。保険もあるので、はい、ここはファスカ打って、これで終わりですね。はい、ということでこんな感じでやってみました。6号でも十分強いと思うので、わざわざ76使用する必要もないのかなと。まあ環境入りしてくる性能になってくるんじゃないかなと思うので、3枚集める方はまあお気をつけて3枚集めてくださいと。3枚取る価値は十分あるかなと思いました。はい、ということでじゃあガチャ動画いきましょう。